こんにちは、ふみです。本日はですね、モンハンコラボが始まったということで、恒例になってまいりました交換のおすすめベスト3を紹介していこうと思うんですけども、ちょっとね、最初にこのメールに届いてるガチャだけ引かせてください。まあ興味ない方はね、ちょっと飛ばしていただいて、ログイン分とあとクリア報酬分で1個ずつね、モンハンガチャが届いているので、こちらを引いていこうと思います。今回石を使って引かないので、まあ今回この2連だけですね。これでまあ新キャラだったり持ってないキャラが出たら嬉しいな。そもそもダイヤが出るのかっていう話ですけど、出ませんね。まあ個人的に星6の方が強い感あるよね、サイレアより。リガレックス3体目、まあ武器作りますか。ダイヤ出てほしいな。ダイヤ、あー出ないんですね。これ確率的に多分 45% ぐらい金なんだよね。石10できついよね結構。はい、リオレイヤは3体目ということで、まあこの武器作りますかね。はい、ということで今回のメインはモンハンコラボの交換所のおすすめキャラということでやっていきたいと思います。サイレアの、まあ、確定以外のねキャラたちが交換できるよということで、で今回星6のキャラも使えるっぽいですね。星6のキャラ使えるなら、まあ交換、今までね引いてた方は交換しやすいかなと思うんですが、まず第3位から紹介していきましょう。今回ですね、ちょっと第3位同率で2体紹介させてください。まず山つかみ、ちょっと能力調整のページの方見ながら解説していきましょう。まず本体は正直あんまり使うことはないかなと思うので、まあ省かしていただいても良いでしょうか。まあ一応ね言っとくと、スキルターンが短くなったり、まあステータスがかなり上がってはいるんですが、まあ本体で使うことはないかな、なのでちょっと省かしていただいて、武器1ですね。こちらはコンボドロップ、たこ焼きじゃなくって枝豆が追加されていて、まあスキルターンもね、あの本体同様に短くなってるんですが、まあ無効貫通武器としてね、無効貫通武器少ないって方はまあ出番があるかもしれないですけど、まあほぼないかなっていうところで、私がおすすめしたいのは、最後の武器ですね。2個目の武器、これはねすごくいい情報修正をもらっているかなと思います。お邪魔耐性が4つだったのが完全耐性になって、暗闇とお邪魔じゃなくって、暗闇と毒耐性が 20% ずつの火のたこ焼きと、攻撃強化ですね。でスキルが4ターン威嚇なんですよね。まあもともとそうなんですけど、まあ4ターン威嚇武器で、他にまあスキブ4ターン威嚇武器とかありますけど、まあ使い分けですね。要は使い分けでスキブ足りてて、でもお邪魔がないっていう時はこれを使ったらね、一発で解決できますし、結構使いどころありそうな感じはしております。やっぱり耐性が完全かどうかって結構な差だと思うので、まあ、威嚇武器ね、全然持ってない方とかは交換してもいいんじゃないかなと思います。そして、同率3位のタイなんですが、アマツですね。まあ、こっちもね、本体で使うことはないかな。すごいステータス高いですけどね。まあ、もともと、まあ、HP めちゃくちゃ高いで有名ですが、攻撃力も結構上がっております。まあ、超覚醒で超コンボ持てるようになってるんで、まあ、その分もまた火力が上がり、で、スキルターンが短くなって、3コンボ加算が、ついたのかな、あとロック解除かなっていう感じですが、まあこれも本体で使うのはあんまり今のところ予定はなさそうですね。はい、そして、1つ目の武器ですね。こちら HP 強化2つで、 L 字が1個だったのが、2つになって、あとバインド回復が、2つになりましたと。まあこれも本体同様、3コンボ加算とロック解除が追加されて1ターン短くなっております。まあこれもまあ、ステータス盛りとしてはもうちょっと優秀な武器はありますし、まあ、L 字2つって言ってもね、そこまで L 字盛り隊のロイヤルオークぐらいですから、まあ、他に代用というかはあるかなっていう感じがしますが、2個目の武器が強いです。まあ、もともとね、強いんですが、情報修正で、覚醒は指がね、1秒分伸びておりまして、スキルもですね、スキルターンが短くなったのかな？はい、スキルターンが1
ターン短くなりま、2ターン、1ターン短くなっております。スキルの内容は変わってないですかね。まあこれの何が強いって、もうまあね、皆さんお分かりだと思うんですけど、スキブで2ターンヘイストなんで、まあ、変身だったりの時に助けていただけるっていうのはめちゃくちゃありがたい。しかも、ステータス盛りで回復強化が 40% 上がって、まあ、雲耐性も補えて、でこのね指1個なんですけど、覚醒この指1個がね大事なのよ。1秒めっちゃでかいよ。ミナーバとかもし入れる編成だったら、これだけでミナーバのエンハンスの倍率も上がっていくので、まあ、この環境ではより使われるようになるんじゃないかなと思います。まあ、スキブに対比した武器って他にもあったりするので、まあ、使い分けかなとは思いますけど、強くなったと思います。という感じで、これが第3位の隊でした。はい、第2位、ジンヨーガ。本体は、覚醒はですね、スキチャがギュッてなって、ボイスがついております。スキルはですね、スキルターンが短くなりましたね。3ターンかな。3ターン短くなって、ダブル吸収無効の2ターン継続が3ターン継続になった上に、2コンボ加算までついちゃったと。で、18ターンでスキチャが2つあるんで、結構回転率いいですよね。ちゃんとスキチャが発動できれば回転率かなりいいと思うので、これワンチャンその吸収のキャラ、ダブル吸収のね本体のキャラって全然持ってない方はジンオーガの採用全然ありかなと思います。まあ、超覚醒で超コンボ強化を持たせれば、自身もね火力まあまあ出ますし、まあ、火力捨てるんだったら耐性とかねスキブとかでサポート役として入れてあげてもいいのかなと思います。まあ、リーダースキルは一応軽減率とか上がってますけど、まあ、そこまで使うことはないかなと思います。はい、そして武器一つ目は、覚醒が変わっておりますね。毒耐性が 40% 分だったのが完全耐性になっております。強い船、ね、20% 分だったのが完全耐性になったんだよ。しかも、まあ、本体と同じスキルなんで、吸収無効、ダブル吸収無効が3ターン。これだって3ターンだったらさ、裏ゼロのその吸収回数を3連続これで対応できるしね。まあ、もちろん他にも吸収で強い武器ってありますから、まあ何回も言うようですが使い分けにはなるかなと思いますが、2コンボ加算も相まって強くなったなという印象です。はい、で2つ目の武器は、そうでもないかな。まあ一応列光列漏れて周回とかに使われるのかなと思いますけど、今回追加されたのは無効貫通なので、まあそこまで使いどころは今のところないかなという感じがします。はい、そして、交換おすすめ第1位はアカムトルムです。はい、こちらはですね、本体がステータスがめちゃくちゃ上がっていて、攻撃力が120にした時に1万超えるらしいんですね。 HP も超えるのかな。でこれかなり大きいですよね。で覚醒で言うと、7強が1つ減ってるんですが、その分、火のたこ焼きと、ボイスが追加されておりまして、スキルは一旦縮まりまして 60% 軽減だったのが激減になりました。そして自分の攻撃力5倍も追加されてますね。でロック解除、引き光、闇に変化というところで、まあ使うならやっぱりヒパになるのかな。はい、でまあ激減もあるし、自分の攻撃力5倍もあるので、まあ火力覚醒ちょっと心もとないにせよ火力しっかり出そうな感じはあります。超覚醒で超コンボ強化も増えてるので、ただ私がねおすすめしたいのは本体ではなく武器なんですが、こちら、一つ目の武器、暗闇耐性が3つだったのが完全耐性になってます。これ強くない？しかももともとね、まあ、HP と回復強化もあるんで、ステータス盛りながら暗闇も完全耐性にしちゃって、しかも、まあ、激減スキルなんでね、発狂耐えたりする時にもまあ使えますし、これかなりいい武器になったんじゃないかな。まあ、RGKT パーティーで言うとさ、結構毒耐性とかお邪魔耐性はいらなかったりするじゃん、毎回盤面変えちゃうから。だけど、まあ、暗闇耐性ってどうしても必要になってくるから、そういう時に、暗闇完全耐性を持ってないキャラで編成した時、アシストで補わなきゃいけないんですけど、私は最近ラクシーヌ、七夕で交換したやつかな、暗闇完全耐性の武器を使ってたりしたんですが、
こっちにすればね、ステータスも漏れるので、これちょっと私も交換ワンチャン考えようかなって思ってるぐらいですね。そして2つ目の武器はですね、 HP じゃないや、回復弱化があったのが取れました。これも結構大きいですね。これ取れるとめちゃくちゃ覚醒が強くて、まあ、指あってバインドあってスキブあって L 字あって HP 強化だよ。モリモリで強いのよ。これかなり評価が上がっていると思われます。しかもスキルが、2ターン激減のドローリフなので採用しやすいですよね。まあ、さっき言った通り、この半分半期を耐えていくときに使ったりできるので、かなりおすすめです。はい、ということで、おすすめトップ3ということでご紹介しましたけども、まあ、正直ね、その、まあ、石10個の性能にしては、まあ、若干ちょっと渋い部分あるので、さっき紹介したトップ3のモンスターたちもそうなので、おすすめといえど無理して交換しに行く必要はないかなっていうのは正直ありますので、皆さんのね、交換の玉と相談しつつっていう感じで考えていただければいいかなと思います。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさようなら。